じゃあなんだ進めっか。てかこんなとこにカッシーはいたっけ。いたか。うん、ああいつもと同じ話だな。今メインでやってることはこれだな。雷神中バーナボリス、この辺りにイーガ団のアジトがあるのではないかという話になってたはず。まずここ行こうかな。あれ先ほどもいませんでしたが、リンクのワープと同じ速度でここ来たの。何俺つけ回されてる。そういえばいたな。でもここカッシーは、うん、また会いましたね。お元気そうで何よりです。いかがですか、この土地に伝わる古の歌お聞きになりますか。これ俺まだやってなかったか。そっか、結局こうやって寄り道がね増えてくんだよね、このゲーム。アマテラス光北西に輝くとき、塔の影が示す先より天の光めがけて読みれなかった早い。あ、なんか台座みてえなのあんな。いつもの祠目覚めさせる。うん、私にもは思いもよらないような秘密が隠されているのでしょうね。で、祠チャレンジだよね。これか、影が示す先に。天の光めがけ矢を放て。いや、とりあえずあれ関係あるよね。で、塔の影、あー塔の影ってあれか、じわじわ動いてんな。つまり、あ、でももうちょっとじゃない？もうちょっとしたらさ、ちょうどいいな。まるで測ったかのように。全く測ってはないんだけど、そうだな、影がこっちに向かってきてんな。で、ここと重なるときに何かするんじゃないの？塔のちょうど先になってくるからさ、この辺りが。で、ちょっと待ってな。天の光めがけ矢を放って、太陽に向かってってことでいいの？太陽どこだ？隠れてねえか、雲に。あれ？いやでも影がこっち側に来るってことは向こうにあるはずなんだよな。雲かかってますね。あ、光った。光ったのでこの瞬間に、あ、太陽出てる。行け。そういうことか。合ってた。で、祠出たけど、まあ、祠チャレンジも結構やっててさ、見つけたら。だから1個だけちょっと残ってんだよね、今受注してるやつの中では。これブラッドムーンの日じゃないとダメなんだよ。赤い月、赤い月はな、結構期間限定すぎてな、いつ来るかわかんねえし。ちょっと次ブラッドムーンに気づいたら、どんだけストーリー大事なところでもそれを投げ出していく可能性あるからね。俺、祝福ではない。まあ逆に我慢比べがちゃんとしたやつで、こっちが祝福だったら納得いかないけどね。まあ注意なら楽勝でしょう。よし、まあなんか普通にあっさりいったわ。ちょっとだけ食らったけど。ドゥ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 ン、3つ目、あと1個。ほんでこの目的地マーカーの近くまで来たけど、こう砂漠側から行くのが遠回りに感じてさ、こう上から来ちゃったんだけど、別に大丈夫だよね。なんかこっちの方が楽そうだったからさ。で、目的地的に
ここなんだけど、なんも、あっちか。さらに下があんのね。あ、なんか生活感出てきた。なんかあの飾りさ、なんだっけ、かかりこ村あたりもこんな感じのついてなかった。これはなんかよくある飾りなのかな、それとも E画壇からあのね脱退したあいつが持ち込んだ文化とかじゃないよな元 E 画壇ので、方向的にこっちか。なんか人気ないけど大丈夫、見張りとかそういうのいないの。あ、これ入り口っぽい。失礼します、 NHK と申しますが、受信料ってどういう感じになってるかお分かりでしょうか。つーかマジで誰もいねえ。これ入っちゃっていいのかな。つーかここもう寒くないんだね。防具は忍びにしとこ、こそこそしよう。なんか松明、あの別に何にも、え、あ、なんか松明やたらない、なんか使うのかな炎。あ、全然行ける場所ないじゃんこれ。あ、またある。これ使うな絶対。これなんか開けるとかさ、そういうぶち壊せる感じでもなし。これ、あ、なんかあそこだけ開いてる。で、ここにも松明あんじゃん。え？フルーツがあるだけ。とりあえず、あ、てか真ん中の祭壇もこれ気になるよな、完全に。ここに何か捧げるとか、何これ。弓か。手に入れたことないやつ。2連休！あ、回復しましたね。マスターソード。2連休って俺ちょっと探してたやつだぞ。多分実況中でやってないけどさ、2連休探してるクソガキがいたんだよ。ね、あ、これだわ。果ての村の幼き武器マニア。なんかね、今までもいろんな武器見せたんだけど、見たい見たいっつって。2連休って全然見つけたことなくてさ。2発撃つのね。ちょっと待ってよ、今結構いい弓ばっか持ってんだぞ。まあライネルの弓なんてライネル倒せば確実に手に入るんだから、いっか。2連休持ち帰ってあげよう。で、いや、この祭壇に何か捧げる系とかじゃないのかな。やたら松明があるってことは、なんかここに火灯しちゃうとか。で、ドゥ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 とはならない。ここで松明掲げててもダメ。あれ、なんかうっそ、手がかりなくない、見落としてんのかな。メインチャレンジバナボリス、弊社でより詳しい情報を集め続投のアジトへ向かおう。なんか聞き込み足んなかったりしたかな。弊社の人とか一通り話しかけたはずなんだけど。おお、なんかこの壁の赤いの火のマークに見えるからさ、ここ、いや嘘だろ、びっくりしたなんか L ボタン押しちゃった。そういうこと、これ燃やせばいいの。あ、さっきの空いてた場所と同じ感じになった。あ、なんだ、あの表面のやつは燃やせるってことなの。え、そういう意味、この炎のマーク。なんかこれの前で焚き火でもまたしようかなって思ったんだけどさ意味のない焚き火をしたがるな俺。あ、ちょっとこの調子、あ、でもなんか今宝箱あったな、ごめん、ちょっとなんかビビったわ。それじゃない。サファイア。じゃあ全部燃やせば、なんかどっかしら隠し通路とかあってもおかしくないよね。もう片っぽしから燃やしちゃえばいいわけだ。ああ、燃えるんでしたね。で、わあわあわあ、ほんとそういうのやめろマジで。先に、あ、超もう松明つけてるし。そうか。
持ち替えて、まあなんか順番に行くわ。じゃあもう高校、あ、ちょっと待てよ、またコウモリ出てくるかもしんない。こう爆弾ここに置いちゃえばいいな。めちゃくちゃ賢くない？でコウモリ出てきたらお前覚悟しとけよ。マジでビビったんだからな。先で来たー、かかったな、バカが。なんもねえしこの狭い空間にコウモリいただけなの？あいつら何食って生きてたんだよ。じゃあよし、この作戦は使えんな。爆弾置いてもう小心者感が出てる。ほらかかってこい、ほら。うわー、バカー、バカがいなかったね宝箱、あれ、ちょっと待てよ、これ最後なのでは？最後の1回、1個、1箇所日本語がおかしい。あ、ちょっと待って待って、爆弾爆弾コウモリにビビりすぎている。これで何もなかったら割と悲しむ。来たよー。あ、もう何してんのなんかうまくいかねえな、さっきからナチュラルに最後の1個残してたんだ。じゃあはーん、松明どうだろう、もういらねえかな。もう武器のケチりがすごい。ナイフ持ってくよ。進んでみるか。なるほど、通路入り口を隠してたわけね。イーガ団が意図的に隠してたのかな。あ、イーガ団の味、あ、誰かいる。あれはゲルド族の人だよね。あなたこんなとこで何してるの？ここは雷鳴の兜を奪った。うん、そうそう、そのつもりで来た。あ、バレッタって、そっか、なんかバレッタがいなくなっちゃったみたいなこと言ってたわ、町の兵士の人が。なるほど、捕まってたのね。奴らに見つかった仲間を呼ばれて一巻の終わりよ。せめて奴らの気を引く何かがあればいいんだけど。ああ、要はこそこそしていけばいいの、本当に潜入ミッションみたいな。あいつら警備してるかバナナ食べてるかぐらいで他に全然。えっ、そうだ、なんかあれじゃない、バナナで気を引けってことじゃないあのバナナに夢中になってるうちに通り過ぎるみたいな。そうそう、なんか気になってたんだよね。前にも何回かイーガ団と戦闘してっけどさ、必ずバナナ落とすんだよあいつら。あなたは早く逃げて。あるし、バナナ。あ、いた、いた。はーん、あいつらがなんか警備してんだな。なんかキョロキョロしながら歩いてたね。見つからないように進めってことか、バナナ駆使して。てかこれなんかこの格子木だし燃やせそうじゃない？おるか、全然燃える気配ねえわ。ダメかー。つーか、そうか、この檻の中密閉されてるんだとしたらなんか一酸化炭素中毒みたいになったりしちゃうかなごめんね。とりあえずじゃあ武器戻して階段降りてみよう。そっか、こっからはもう本当に見つからずのやつね。よかったね、忍び装備持ってて。で、今どこ行った？柱の後ろか。あー、なんかこれの周りぐるぐるしてる感じかな。おー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 、ビビる。よしよしよし、うんうん、ちょっとキョロキョロしながら歩くんだね。これは下手に近づけねえな。なるほど、ここをまた右に曲がると。よし、バナナちょっと試してみっか。あいつ、ああ、壁際だと持てねえんだ。あいつの進路に、だからこの辺りにバナナ置いといて、
次に回ってきたらあそこにあるバナナに夢中になるはず。お？何その動き、嘘だろ。で、バレてないバレてないバレてない、死ねやろ。お、やった、よし、そうだな。だってもう一撃で仕留めればもう口封じだもんな。見つかるもクソもなく。で、あっちの方、ああ、見張りが一人か。あいつは動く気配がないね。ってことは、まあ、またバナナを使うんだろうけど。なるほどね。行かなきゃいけない扉の前に陣取ってるので、バナナで動かす。そうなんだよな、ここの壁背低いから多分、うん、しゃがんでもリンクはいけるけど、物持つと自動的に立っちゃうから、こういうことでしょう。ちょっとこれ面白いな。この辺に放り投げて、来たぞ。おいのち頂戴する。よし、ここまで順調よ。サファイア、あのバナナ見つけた時の小躍りなんなんだよ。おかしいと思わねえのか、あんなとこにバナナあんの。あれかな、あれ、これ首たり首刈りどうか。かかりこ村にいた元イーガ団の人も目の前にバナナほいって置いたらさ、ほいほいほいって言いながら向かってきたりすんのかな。なんでイーガ団のやつ全員バナナ好きなんだよ。で、こっから先はどんくらいあんだろう。お、はしごとこっちの通路も、あ、また広い部屋だ。あ、いるね敵。うわ、あそこにもいる。え、なんかいっぱいいるのかなこの部屋。ちょっとなんかはしご先に登ったらさ、上からどういう感じに配置されてるか見えたりすんじゃないの。ここにはいないのかな。うん、お、あそこにもいる。え、何人いんだ、結構いるのでは。あそこにも、こいつは厄介だな。で、うわー、何これ、気持ち悪。こんなにバナナあんのに、なんで1個のバナナに執着すんだよ。あんなに小躍りして、何かおかしいと思えよ。まあ、全部いただいちゃったけどね。これバレたらあいつらブチギレるんだろうな。バナナ取ったことバレたら。で、さっきリンクが覗いたのがあそこだから、どうしよう、どっからやろう。少なくとも3人確認しただけで、あ、いや4人か、あそこのも扉の見張りも含めて。どうしよう、入り口から近いこいつからやりたいな。そこのやつ、これの周り、この柱の周りうろうろしてんだな、ぐるぐる。よし、じゃあやつがここを通り過ぎたらバナナを落とす。で、来た来た来た、そこの角を曲がったら、置いちゃう。で、その間に下に降りよう。下から攻める。で、あ、もうほほほって言ってる。ちょっと早いよ。あ、でもなんかさ、別にバナナなくてもできねえかな不意打ちって。
バナナはあくまでさっきの門番みたいなさ、動かないやつを動かすために使うのに役に立つけどさ、普通に後ろからこうやって、おら、え、バレましたね。この場合どうなんだ、戦闘した方がいいのか、それとも逃げた方がいいのだろうか。うおー、強すぎでは。バカめ、イーガダンの目をごまかせると思ったか。一発、あれ、ちょっと待って、おかしくねえか。ミファーは、ミファー何やってんの、寝てた。なんかここでは発動しないとかそういうのあんのか。ちょっと待って、これどっからになるの。あ、こっから、これ隠し階段見つけたとこからでしょ。イーガダンのアジト、え、ちょっと待ってよ、別にオフにしてるわけじゃないよな。ってことはあれだな、祠の中と同じだね。祠の中も英傑の技使えないようになってっから、ちょっと待って、この人と話すのって別に必須じゃないのかな。一応話しかけとこう。わあ、また復活してるわあいつ。そうだよな、戻ったんだからな、時間が。最初からか、これ心折れるな。さあ、さっきと同じとこまで来たんだけど、よし、この上乗っても大丈夫。あれ、なんかここにもバナナある。あ、なんかこれ落とせたりすんのかな、あの支えてるさ、これを壊せば。なるほどね、そういう手段もあったのか。でもちょっと待てよ、ちょっとさっきの感じだとより確実に時間を稼ぐためにもう一気にばらまきまくろう。どうせ倒した後回収するんだし、ここにばらまく。よし、バナナがいっぱいある。これが時間稼げるでしょう。よし、バカが、お前はもう死んだ。おら、よし、で、どうせ回収できる。お、なんか宝石がある。さて、次はドイツ狙うか。なるほどね、ここを縦に往復してるだけだ。で、そこで止まる、単純な往復だね。よし、じゃあこっちを向いた時にばらまくぞ。こんなに急にバナナ落ちてたらおかしいと思うはずなんだけどね、普通。そこに置いて、で、こっちから回り込んで始末する。来た来た来た、バカめ。よし、おら、ちょっと待って、今なんか、ん？って声聞こえなかった？え？なんか、いた？あ、いる！あんなとこにいたんだ！ちょっと待って、バレないよな、大丈夫だよな。まだ疑惑の段階だから。ああ、バナナ！釣られてきちゃったじゃん、バナナに。めんどくせえことになったな。よし、ここでついでに始末しよう。おら！よし。悪くないよ、今んとこ。どこにいたんだ、なんかこの辺にいたのか、もしかして。あとは、あ、あそこが扉の前の見張りで、それ以外にもあっちにもう一人いたよな。なんか全員倒しちゃった方が安心できるな。いたいたいた、あいつは、あいつも、うん、ぐるぐる回る系だな。でもさ、うわー、ちょっと厄介だな。さっきのやつがぐるぐる回ってた柱は高さがあったからさ、さっきはこれの上に潜めたけど、高さがないからちょっと身を隠すもんがないぞ。でもぐるぐる回ってんのがあそこだから、ここには潜めるな。ここもしゃがんでれば大丈夫。隙を見てバナナをどっかに投げ込んで、あっちの扉の見張りもそうだな、障害物があるからリンクの姿は見えないはず。よし、作戦決行だ。
バナナ5個ぐらい持って、よし、あいつが曲がった時、うわ、待て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 、やべえ、こっち来る、あぶねえ。あ、でもこれは逆手に取ればチャンスなのでは。ほら、投げ込め。よし。バカで助かるわー。おら、よし、これで見張りのやつだけでしょ。あ、なんかはしごがあんね。他にいないよな。いないな、これはいないわ。